この大空に翼を広げ。どうも、新世界の神です。どうも皆さん、そんな新世界の神のいいちゃんさんのサポートをさせていただいてます、ゆずきゆかりです。地味にイントネーションが違ったのは気のせいかい。気のせいじゃないですよ。いや、そこは気のせいじゃなくても気のせいにしとけよ。ていうわけで、今回はパート6なわけだけども、確かブレイズトラップ作成と畑と拠点の整備ですよね。あ、そうだったんだけどね。何か問題でも？ですな、まずブレイズトラップを作成するにはスイカと粘着ピストンが必要なわけですわ。つまりこう、スイカの種は持ってるが数が少なく地道にやるのは時間がかかりすぎる。だったら回収を全てを自動化する畑を作ろう。あ、そうなると結果粘着ピストンがどの道必要だわ。粘着ピストンを作るためのスライムボールが圧倒的に足りない。よし、スライムボールを調達しに行こう。どこで？今ここ。ああもう、確かに粘着ピストンを使うんならスライムボールが足りないんじゃないのってうすうす思ってましたけど、どんだん計画っぷりですね。あなた、そんなんで前回の最後によくブレイズトラップ作りますとか言えましたね。いやははは、面目次第もござらん。ということなんで、私がスライムボールを集める方法を探しときました。ゆかりん。というわけで説明しますね。おなさす。カエルを倒してきてください。カエルすか。プリモア・オブ・ガイアにはダークオークの森にガマと呼ばれるカエルがスポーンします。そいつを倒すとスライムボールが手に入ります。湿地帯のスライムじゃダメなのかね。確かに湿地帯のスポーンするスライムを倒す手もありますが、それだと月の満ち欠けにスポーンが影響するらしく、かつ今のあなたの戦力じゃ夜の湿地帯は地獄も同然です。湿地帯にはスライム以外にもスライムガールがスポーンすると聞いているが、調べてみたところ、スライムガールはこのバージョンでは何もドロップしませんでした。嘘。まあ、それでもガマはスライムに比べて、そのドロップ率は5分なので、安全に行くならそっちの方がいいかと。と、な、れ、ば、だ。ある程度は準備しに行かねばならぬな。ですね。そうと決まれば早速エンチャントテーブルを作ろうではないかの前に、まず作りたいものがあるのだよ。ほう。ウェイストーンというモッドで追加されたアイテムなんだが。こちらのアイテムなどです。何ですかこれは。そのことについてはまず素材を集め終わって作る頃に説明しよう。そういえば屋上に畑を作るとか言ってましたね。うん、作るよ。スイカの自動収穫装置を作るなら屋上に畑を作る必要もないのでは。そうだな、食用には困らないとは思うけど、繁殖用として作ることになるね。ああ、牛とかいますもんね。そういうことよ。と、ここでターゲッティングされたエンダーパイセンをどうするかなんだが、玄関にいるんで叩き潰しましょう。そうしよう。あれ、いないぞ。ああ、後ろにテレポートしてきたところ俺キューちゃんが倒したんですね。僕の見どころ取らないでよ。大丈夫ですよ。おう、ゆかりんがいつになく優しい。あなたに最初から見どころなんて求めてないんで。わお、いいちゃんびっくり。というわけで集め終わりました。途中屋上にエンダーさん登ってきて落下死したのは言わないでおきましょう。言ってるから、それ言っちゃってるから。つうわけでこれが全ての素材です。とにかくエンダーパールが全然集まらないんだわ。そりゃあね。で、このモッドについてなんだけど、これはいわばテレポートモッドだね。つまり遠い場所に一瞬で移動できると。イグザクトリー。ただモッドの力を使わなくてもネザーを使って移動距離を短縮する方法もあるんだけどね。それが使えるようになるぐらい僕の頭がついてきたらこのモッドは破棄するよ。それまではお世話になります。今気づいたけどラムスいらんかった。2つ作らないといけないのはなぜですか。素材用と使用用、アーマープラスの作業台の時と一緒よ。ほいで次はこれね。リターンスクロール。これはさっきのワープストーンと性能は変わらないよ。エンダーパールも一つでできるし、最初はこれでもいいんじゃないかな。ただ、これは使用制限付きで、一回使うとなくなるのでご注意を。さて、このウェイストーンを作れば一通り物は揃ったかな。これをな、玄関に置くじゃろ。そしたら置いた瞬間こういう画面が開くんだが、このストーンにここがどこなのかという名前をつけるのじゃ。何を悩んでるんですか？まあ、普通にホームでいいか。アーマってやっぱり最初の文字は大文字じゃないと気になる。変なとここだわりますね。いやいや、外国だとそれが当たり前でしょ。何言ってんのゆかりん。なんか腹立ちますね。まあまあ。さて、これが灯籠みたいな形をしたものなんだが、これを右クリックするとこのようにテレポート場所を特定することができる。で、このストーンを壊して再アイテム化すれば情報はリセットされるよ。さて、このリターンスクロールだが、右クリックをしっぱなしで先ほどのストーンのところに飛ばされるよ。そしてこのリターンスクロールは複数ストーンがある場合、最後に更新した場所に飛ばされるよ。そして最後にこのワープストーンなんだが、
これもさっきのリターンスクロールと一緒で、右クリックをしっぱなしでテレポートすることができるんだが、リターンスクロールと違う点は、壊れることはないが一度使えばしばらくは使えなくなるという点。そしてもう一つは、このように、どこに飛ぶのか選べることができる点、複数ストーンがある場合、選べるという点だね。以上、ウェイストーンモッドの説明でした。さてと、エンチャントテーブルを作るわけなんだが、やっぱりエンチャントの効力は最大にしときたいじゃん。そうですね、ライブ効果も変わってきますからね。しかしそうなると、本を作るための皮が必要なんでしょうけど。そうだね。あの牛の数じゃ足りなくないですか？そのためのウェイストーンさ。まさか。そう、そのまさかである。村を探しに行きましょう。ということです。確かに村の本を取れば、ある程度は楽になるだろうと思いますけど、そんな簡単に見つかりますかね？まあ、道中の牛とかから皮を取ることもできるし、あわよくば、遺跡やら中間ポイントやらを見つけて、宝物ザックザクにするということもできますぜ。実はそっちの方が狙いなんじゃ。あ、バレた？まあ、やると言ったからには目的だけは見失わないでくださいよ。任せとけ。というわけで村に出かけようと思うんだが、道中ジャングルバイオームが出てくれないかなと密かに思ってたり。そういえばジャングルはレアバイオームですよね。まあ見つかったらいいなって思うだけである。さてさて、出かけようじゃないか。さてここで急に始まるダイジェストコーナー。え、なにこれ、そもそもなんで私ここに呼ばれてるの？ふっふっふ、イヤさん。はい。出番、欲しくないですか？いえ、別に。なんでだよ、もっと自分を大切にしろよって言われてもね。ははん、余裕ですか。自分はしょぼんのアクションで実況できたからまた使ってもらえるだろうなっていう。いや別にそんなこと。こっそらな、乙女ゲームの字幕としてしか活躍してねえんですよ。てかなんだよ字幕さんって。申し訳なさそうにヨウムちゃん入れるなよ。やるなら字幕さんで通せよ。いや通すなよ。何やってるんでしょう私。まあこの際、私がここにいる理由なんてどうでもよくなったから、これが何なのか説明してください。なんかいろいろすいません。このコーナーは、おそらく長くなるだろうという冒険シーンなどを、ダイジェストでお見せして我々が実況しようというコーナーです。確か、村を探すとか言ってたね。ですね。なので今回は、そんな村に向かうイーちゃんさんがどんなことに出くわすのか我々が実況しようということです。あの、一つ聞いてもいい？何ですか？そのヨウムさんの後ろにいるのって、何？風船？あ、これですか。私、半分、霊体なんですよ。あの、振った私が言うのもあれなんだけど。この話、やめよ。まあ、知らぬが仏ですよ。さて、それじゃあ始めていきましょう。どうやら村は船で探しに行くみたいですね。移動が早いからかな。というよりは多分、彼の言う中間ポイントとやらが、海の方がわかりやすく出現するからだと思います。ああ、まあ欲に忠実だよね、イーちゃんって。ゆかりさん、心中お察しします。と、ここで早速中間ポイントやらが見つかりましたね。すごい、あんな断崖絶壁にも出るんだね。みたいですね。ところでなんで中間ポイントって言ってるんだろう。おそらく、冒険の道中で仮拠点っぽいのがあると勘違いして、そのまま中間ポイントとして言ってるんだろうかと。ああ、そういう、っていうかもう一つ海の方に中間ポイント見えなかった？ああ、あれ一度来たことある場所みたいでしたよ。ああ、ほんとだ。彼、かなり期待してたみたいですよ。だろうね。さて、どうやら本棚を作るための牛の皮を調達するみたいですよ。エンチャントテーブルの周りに置く本棚って、総計で何個皮がいるのかな？そうですね、エンチャントテーブルのレベルを最大にするためには、合計15個の本棚が必要です。つまり1つの本棚に対して本が3つ必要なので、単純計算をすれば45枚の皮が必要になりますね。でも、そこまで集められなさそうな数でもないよね。それがどうやら、牛の皮も確定で落とすわけでもないみたいですよ。ところで先ほどからなぜ鳥も切ってるんでしょう。食料には困らないはずなのに。そういう年頃なんじゃない？ですかね。と、次は湿地帯に来ましたね。湿地帯には精霊がいます。ゆかりさんが夜の湿地帯は地獄と言っていましたが、昼の湿地帯も精霊が大量にスポーンします。大量に弓を使って来られたら近寄ることもできなさそうだよね。現人はかなり手こずっていますね。こういう時はどうすればいいのかな？そうですね、このマイクラのバージョンではすでに盾という防具が存在します。盾には弓を弾く効果があるので本来はそれを作るか、ない場合、大量に取られると相当な防具でなければ勝ち目はないので、潔く撤退するのも手かと。映像を見る限り、無謀にも挑戦してるよね。まあ、イーちゃんさんのことですから。美女が正面から向かってきてるんだ、こちらも正面から行かなきゃ失礼だろう。とか言ってますよ。容易に想像できてしまうのは、彼の性格を熟知してしまったからなのだろうか。
1日目は村を見つけられなかったみたいですね。ゆかりちゃんも言ってたけど、そんなに簡単に村って見つからないもんなの？正直運次第ですかね。最初のスポーン場所の近くに村があったり、最大の地図を作ってもその中にない場合もありますからね。そのためにすぐ帰還できるようテレポートモッドを入れたんだね。用意周到と言いますか、アホなのか生真面目なのかわからなくなりますね。いや、ただ帰るのがめんどくさいからでしょ。あ、湿地帯にすごい好かれてますね。映像には出なかったけど、さっきの湿地帯の場面からもう一つ湿地帯に遭遇してたもんね。これで三つ目ですか。ところでヨウムさんとイーちゃんってどういう関係なの？あ、そのことはゆかりさんから聞いた方がいいかと。私と彼が話すとややこしくなるみたいなので。ふーん。てかまたセイレーンに狙われてるね。盾を持ってこなかったあたり、やはりアホですね。え、ちょっとこれまずくない？あ、確かにこれまずいですね。なんとか逃げようとしてますけど、おそらく後ろからは数体のセイレーンが襲ってきてますね。洞窟に隠れたね。あ、なんとか帰ってこれたみたいだね。そうですね。帰還シーンはお見せできませんでしたが、ここまで帰ってくるのにざっと20分くらいかかってるみたいでしたよ。私だったら絶望して投げ出しちゃうかも。あ、私もです。どうやらジャングルを見つけたみたいですね。あの鶏の近くにいるのは何？あれはハンターですね。パッシブなので温厚なモブですよ。そういえばイーちゃんがジャングルが見つかればいいなって言ってたけど、ジャングルにスイカが出るようになったので少しでも早くスイカを手に入れたいと思ったんだと思いますよ。なんでブレイズトラップを作るのにスイカが必要なんだろう。さあ、非常食じゃないですか。つくづく思うのですが、イーちゃんさんってすごい強運だと思うんです。なんで？考えてもみてください。パート1で中間ポイントを3つも見つけたり、聖騎する回ではスポーン部屋を地表付近で見つけたり、あの最強兵器のレキューちゃんを当てたり、今回でさえだだっ広いジャングル、しかも視界の悪いこの場所でジャングルに入ってものの少し歩いただけで寺院を見つけるんですよ。ああ、確かに。でもその分マグマダイブしてたりセイレーンに襲われたりしてるから、その全て湿地帯で起こったことですからね。彼にとって湿地帯は昼も夜も地獄になるでしょうよ。また今回も見つからなかったね。村に巡り合う運はないんですね。そろそろイーちゃんもゆかりちゃんもバテてるんじゃないかな。ちょっと様子を見てみましょうか。どうしたのヨウムさん。あの、イヤさん。はい。ゆかりさんって一体何者なんですか。ゆかりちゃんはというか、え、何を見てきたの。ちょっと私も…まあ、待ってください。ほら、なんというか彼らにも見られたくないことがあると言いますか、それを我々が邪魔するのはダメな気がすると言いますか、もっと彼らの二人きりの時間を大切にしないといけないと言いますか、どちらにせよ今はやめときましょう。まあ、そこまで言うなら見ないけどさ。ありがとうございます。あれを屋さんが見たらトラウマになるだろうな。うお、なんだ君たち。どうしたんですかヨウムさんまで。いや、私は巻き込まれただけで。そうですね、イヤさんは私が誘っただけです。ていうかそもそもイーちゃんさんが悪いんですよ。え、僕なんかした。久々に会いに来たと思ったら乙女ゲームの字幕やれだの、終わった後あのまま放置されただの、てめえは感謝の言葉も知らねえのか。いや、せやかて字幕さ。誰が字幕さんだ。まあ、あれは悪かったと思ってたけど、楽しかったでしょ。うん、楽しかったなわけあるか。ねえ、ゆかりちゃん、この人たち、いつもこうなの？私も久々にあの人とヨウムさんが関わるのを見たけど、そうね、おおむね間違ってないよ。ふふ、成長したな、ヨウムちゃん。いや、あの、頭。おっと、失礼。それで、どうしたんだい？あなたとゆかりさんの実況が多いから、私たちの出番も増やしたいと思ったんです。私は別にいいんだけどね。だから先ほどの村を探す映像を見ながら我々がこっそり実況してたんです。ああ、そういうこと。ねえ、ここにいる全員が思ってることを言ってあげようか。何ですか？羨ましかったんだね。チキチキチ、違います。は、何勘違いしてるんですか。ちょ、違わい。言って言って、素直になりよセニョリータ。誰がセニョリータだ。まあまあヨウムさん、来たかったらいつでも顔出してくれていいんですよ。そうだよ、来たかったらいつでも来てくれていいんだよ。お、ウェヘヘヘヘ。てめえは100回殺す。なんかいろいろすいませんね。あー、いや、なんというか、慣れた。
うへへへ、ここまでおいでー。またんかいこらー。あべし、わあ、ギブギブギブ、中身出ちゃう、中身のあんこが出ちゃうから。あの、そろそろ終盤なんで戻ってきてください。グフ、いやーははは、ヨウムちゃんがあまりにも可愛くてついね。あなたってほんといつもそう言ってはぐらかしますよね。ほらほら、また始まるから。そうだね、それじゃあ村の本も採取できたし戻りましょうかね。なあ、戻ってこれたー。お疲れ様。やっぱり自宅の空気が落ち着くわ。それじゃあ早速、今回の戦利品を見せちゃってください。わ、無理かした。ということでこれが今回調達したものです。一つ一つ説明していくね。これは中間ポイントで見つけた剣なんだが、修繕、耐久力、救命という高スペックな剣である。修繕はこれを持っていれば経験値を得る代わりに耐久力が回復する優れものさ。救命は文字通り敵を攻撃したらライフが回復するエンチャントだね。でも救命はマイクラのエンチャントじゃないですよね。そう、これはグリモアオブガイアのエンチャントだね。だからグリモアオブガイアを入れてなければこのエンチャントは得られないよ。さて次のツルハシだけど、これはまあ、ぶっちゃけシルクタッチは嬉しいけど、効率強化は別にいらないかなって思った。そういえば、この前スポーン部屋を作るときに、せっかく持ってたシルクタッチのツルハシを普通に使ってましたもんね。いやー、傷をえぐらないでー。さてまあ、ダイヤとか皮とかわかるものはいいとして。この深海金属ブロックは、この前おきゅうちゃんの弾薬を作るシーンで少し紹介した、あの赤いインゴットを9つまとめたやつだね。弾薬を作る以外にも、この素材の使い道はあるから、それもその時説明するよ。で、このポリメタルブロック、高速建造材もさっきのブロックを使う時に説明するよ。さて、このスポーンエッグとかレベルアップ素材はすでに手に入ってるから説明する必要もないね。だけどこの BB と名付けられてるスポーンエッグは特殊で、今まではガチャ感覚で、出すまで何が来るのかわからない仕様だったけど、これはすでに何が出るのかわかるスポーンエッグだよ。ちなみにこれはレキューちゃんだったよ。以上、戦利品のコーナーでした。そもそもあなたが私を無視しなければ。はいはい、わかった。わかったから。いや、わかってないです。大体あなたは。だあ、もう大体とかもう聞き飽きたわ。この説教中が。誰が説教中だ。この万年童貞が。はい、カスティン、君今言っちゃいけないこと言ったからね。何度でも言ってやるよ、この童貞。あ、そうですか、それなら僕も言いますよ。この万年処女が。半処女は童貞より価値があるんです。私は清い体のままでいいんです。お前に男女のまぐわいは早いと、そう師匠も言ってました。え、お前の師匠そんなこと言ってたの。あ。わー、忘れろ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 ー。うへへへへへへ、いいこと聞いちゃった。師匠のフローは私が許しません。今君が自分で師匠の顔に泥塗ってたじゃん。加工力だバカ。ほらほら、全然当たってないよ。またんかいこら。終わろっか。そうだね、多分この調子だと夜まで続きそう。次回は何をやるんだろうね。次回はスライムボールを調達しに行くんじゃないのかな。ああ、そういえばさ、ヨウムさんとイーちゃんってどういう関係なの？ああ、それね、私がヨウムさん。かりー、受け止めてー。おうてめえ、上等じゃねえか。その喧嘩、私も混ぜてくれよ。いや待って、ゆかりんが加わるとシャレになら。問答無用。なんか、うまい具合に聞けずにいるけど、そのうちわかるよね。ヨウムさん、もう出てきて大丈夫だよ。私、絶対ゆかりさんを怒らせたくないです。いやまあ、多分兄ちゃんでなければ、よっぽどのことじゃないと怒らないと思う。前々から思ってましたけど、あれもう絶対人のする動きじゃないですよ。うん、それ私も思う。それじゃあ、あの、2回目だけど終わろっか。ですね。すいません。それじゃあ皆さん。バイバイ。じゃあ、鍋パーティーしようぜ、鍋パーティー。唐突ですね。いやだってせっかくみんな来てくれたんだよ。ねえヨウムちゃん、鍋パーティーしたいよね。私に振らないでください。またまた、本当は仲間に入りたいくせに。うっさい。まあまあ、せっかくですしご一緒しましょうよ。イヤちゃんもね。ありがとう。観念しな、ヨウムちゃん。今回だけですからね、ゆかりさんが言うから仕方なくですよ。じゃなかったら誰があなたみたいな人と。わかりやすいツンデレだな。うっし、そうと決まれば買い出しだ。ゆかり、てめえが行け。まだ何も言ってないよ。私はその間に家で準備できるものはしときますから。おう、それだったら仕方ない。じゃあイーちゃん、私と行こっか。おう、天使ちゃん、君ならそう言ってくれると信じてたぜ。一応いくつかもとは買ってくるつもりだけど、どれがいいとかある？キムチで。カレーで。豆乳で。よし、全部買ってきまーす。あ、待ってイーちゃん。そういえばゆかりさん。はい。あの時の。いえ、なんでもないです。